はい、どうもです。ということで、今日も YouTube 株式のやっていきたいと思います。今日は月曜日なんで、スカットバトルの報酬と予約特典が来てますね。ということで、まあ、どうでもいいマスはこれからね、開けていきたいと思います。さあ、エフェクト。まあ、エフェクトは確実だからね。スイス。LM。フェンハイム。どうなんだこいつは。オッペンハイムだから、まあ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 、なんとも言えないけど、さあまだね、起きて10分ぐらいしか経ってないから、なかなかテンションも低いけど、さあリアゴルドパック頼む。エフェクト、お、来た、マジ、ブラジル、シリアン、ルイスケスタボ、モナコ、もう一人か、あ、じゃあ悪いのか。また微妙なとこだ。また微妙なとこ来た。ファビーニョ、フェイサー。な、あれ、こいつ持ってなかったっけ。ボアディージャ。ボアディージャか。あ、ジルーカブリか。ジルかぶりか。ジルってどうなの、売れてる、値がついてないじゃん。まあ SBC 要員かな。とりあえずは、国際遺跡レッスンに送ろう。こんな感じですね。ファビーニョ、難しいな。オバディージャンもブンデスだしな。まあこんな感じですね。ちょっとなかなか組みにくい感じの出方しちゃったな。さあ、ということで、オンラインシーズンやっていきたいと思いますけれども。あと4試合で勝ち点が4か。眠たいね、今日も。いけるか。モーガンがね、ちょっと怪我してる状況なんで、おそらく残り2試合か1試合か。まあいいか、こっちでいくか。それではいきたいと思います。左からガペアディーニ、ジルー、チェンバレンで、下にまた左プレッペル、右ノーブルで、アルベルト・モレーの、サコ・フランシスカ、インキーパーはゴメスです。はい、どうも、イチです。ということで、今日もユーティパクナミ時期のやっていきたいと思います。全パートの鈴木です。コーラじゃないけど、コーラじゃなくてファンタを飲みながらやっていきたいと思います。さあ、ジャモプレミアム3つとプレミアムゴールドか。これはジャモプレミアム引きます。あ、しまった、ロナウド引けばよかった。こういうガンあるよね、ガンかけエフェクト。はい、ノーエフェー、ただし三つ星。スロベニア左、シャトフ。ゼニとかロシアリーグスか、また難しいとこ来ましたな。ギャン、シュペルリガ、はいはい。お、エルネニーだ、モハメド・エルネニー。ボランチだね。シュート力71、何が高いんだ。スタミナ92 それか、あなた売りはそれですね。お、マッカーサー、クトローネ、あれ、クトローネだっけ、なんかクロトーネじゃなかったっけ。ラファ、あ、ベニテス、あ、ベニテス監督じゃん。ベニテス来たね。いや、かぶりかいな、お前の。こいつだって売れんの？ガッピアディーニとかどうよ。安っ。これは遺跡リストかな。ラシか。うわ、安いな、お前ら。よし、お前ら全員。遺跡リスト。で、これは捨て。
じゃん。で、マエストロってどうなの？ああ、ちょっとだけ値段ついてるってやつか。一応出しとこう。ちなみに、今回のパートは、一試合というか、あれで、もし負けてしまったらね、一試合で残留が確定してしまうので、負けたらパートは一つ、パートじゃないや。一試合だけになってます。はい。なんで、察してください。このね、動画時間を見て察してください。完全なネタバレだけどね。察して？うん。動画つけてみて20分ぐらいで終わってたらこれ負けてるってことだから。逆に38分ぐらいとかだったら、あれだから、勝ち進んでる可能性あるから。1試合目勝ちか引き分けてるから。監督がね、あ、意外と増えたな。なんか知らない間に。でも100だから別にそんないじんなくていいんだよ。適当な監督で。さあどうする？中盤にエルネに入れるか？でもこの2人だいぶいい動きしてくれてんだよ。変えたくないな。強いて言うならハゲを変えたい。あ、ブンデスじゃないな。どうよ。それはクルトワさんだわ。アドリアン。ハンドリング。ハンドリングなのかな？キック。あ、でもこいつは違うな、絶対。スピード?あ、戻るスピードとか。ポジショニングだよね。さっきポジショニングミスってたもんね。まあ、いっか。アゲ、頑張れ。はい、応援したから頑張ってくださいということで、左からガッピア D に真ん中ジル、右奥スレッドチェンバレ、下にファンマタ置いて、左にプレッペル、右にノーブル、左からアルベルト・モレーノ、ママデ・ジェスタコ、フラン、あ、やつの復帰だ、モーガン先輩の復帰と、で右にナサニエル・クレイ、キーパーはゴメスで、いきます。まあ、エルネニーとかは、機会があれば使っていきたいね。ただ、ボランチ。まあ、結構ボランチ置くシステムは使わないんだよな。4231とか。うん、ボランチ置くシステム、ああ、間違えた。ボランチ置くシステムで俺が使うのは、4231。4バック2ボランチ。で、3枚平行に並べて、1トップ。けどそれをやるとワントップできればね、ムサとかそういうサラーとかそういう速い系の選手は、サラーはできないからムサとか速い、キーパーはドンナルンマ、ハムシクいるね。うん、そうだからワントップ速い選手がいいからってなるとまだ使えないのかなっていう。皆さんこんにちは、西岡昭彦です。俺の中継へようこそ。解説の福西崇史です。今日はよろしくお願いします。さあやりましょう。なお主審を務めるのはメーメット・イルディラです。イルディラです。お、すごい。どこだこれ。オールド・トラフォード。オールド・トラフォードだった。すごいいいスタジアム。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。4-3-3のフォーメーションです。3人のフォワードをセンター寄りに置いています。この人うまいぞ。まずいぞ。ここは攻撃を抑えました。これはカウンターのチャンスです。ノーブル、何ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。リターンでよかったじゃん。危険な位置です。緊張感が増してきます。これはスルーパスが強いか。オッケー、ナイスクライン。サンキュー。さあチェンバレン、出しどころがない。カットしました。ここはどうするでしょうか。クアドラード、さあどうだ。オフサイド。なんとオフサイドの旗が上がっています。ギリオフだね、多分。いい形でゴール前まで持ってきました。ラストパスを狙いましたがディフェンスがこれに対応します。
なかなかきついな。ディフェンスに回る時間が増える。前線まで運べない。なかなかまだ2回しかボール。マルセロ・ブロゾビッチ。ハマってないね。ペリシッチ。スペースにスルーパス。ちょっと長いストライゲー。珍しい。珍しいとか言っちゃダメ。フレッペル。ジルー。ファン・マタイ。そういうことよ。ゴールを狙う。最初から試合が動きそうでしたが、またまだ序盤ですが、チャンスは確実に決めたいですね。いやまずね、最近ね、あのね、センスの能力とか関係なしに、俺のゴール決める能力が劣化した俺が劣化とかあったら面白いのに。スタジアムのテンションが上がります。まだ味方のサポートも来る。ああ、しまった。完全に防がれたな。アルベルト・モレノ、見事なシェアです。マチュイディ。マチュイディいた？あれマチュイディいた？マチュイディがボールに絡みます。ボールを運びゴールに襲いかかります。リードを奪いたい。ゴールです。試合を優位に進めていましたが、いやこれは止めれんわ。リードしました。これはハゲ止めれんわ。ボールを支配していましたからね。この得点は当然でしょう。ペリシッチか。アルベルト・モレノ。危険な位置です。緊張感が増してきます。中央にクロスが上がった。ガビアディーニ、マーク・ノーム。ガビアディーニ。ちょっと普通に回したかったな。一回プレッペルに入れてほしかったな。ちょっとそんなまだ焦る時間でもないから。さあカウンター食らってる。軽くゴール前まで持ってきました。このスルーパスは長すぎたか。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。負けは許されないぞ。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。チームが追加点を挙げ、選手たちも嬉しさを爆発させています。見事なゴールでした。まだまだ試合は動くそうです。これまずいな。この流れで次の残留して、残留したシーズン入ってもこれ降格するかもしれない。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ジルーがゴールに向かう。ジルー狙っていった。オッケー。ゴールゴールゴール。そう、そんなネタはいらんから。一発目を弾くのが精一杯でしたね。これはしょうがない。ゴールです。キーパーが弾いた球を見逃しませんでした。うまく押し込みましたね。ボールがこぼれてからの反応も見事でした。結構この人あれだな。ゴールあれクロス上げてきた。ちょっと待って、マジ入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。ハゲ。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。ヘディングからのゴールです。ボールをよく見て狙いましたね。ゴール前に入る動きも見事です。危険な位置です。緊張感が増してきます。レビプレッペル、このカットは大きい。しっかりと奪いました。走り込む味方にイカルディのスルーパス。スルーパスでしたが合わないか。ポストに当たった。オッケー。あ、しかもクリアしたボール取れる。ボールを中盤で奪いました。違うよ。いい形でゴール前まで持ってきました。まずは確実に繋いでくれ。パスをハムシク。ポストに当たって決まった。パスミス多くね今日。もう一度今のプレーをご覧ください。ちょっとガバガバだな。本当に本当にガバガバだ今日。素晴らしいゴールです。この試合に関しては力の差が出てしまっています。さあスタジアムのテンションが上がります。マルセロ・ブロゾビッチ、中にスペースがあります。注目のハムシクです。これは見事に奪いました。オッケー。
コスタス・マノラス。マノラス、マキュイディがボールに絡みます。マノラスといったか。ボールの動きが激しい。またのポジショニングが光る。いや、ちゃうやん、ラッキー。先に反応するのはどっちだ。ノーブ、ファン・マタエ。いいカットです。ボールを奪いました。ファールの判定。もったいな。これはカードもありえますが、どうでしょう。44分か。マチュイディ前半の間にあと1点ぐらい返せたらあるんだけどな。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。前に進んでいます。カンセロ、イカルディが狙うか。もう綺麗に決めました。終戦だ。相手を圧倒するゴールが決まりました。守備側は後手後手に回っちゃっていますね。だいぶ点差が開きました。一方的な展開になりそうです。これは終戦だべ。終戦だべ。これはきついね。試合は後半に入ります。いや、マジでちょっと本当に調子悪い。出足が鋭い。カットします。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。イカルディ。ハムシクの視野はどうだ。低いクロス。ここはボールをキープ。ディフェンスをもの、ここでシュート。シュートコースがありませんでした。寄せられています。ナサニエル・クライン。いや、だからそういう、そういう動きはさ、そうだけど危険な位置です。緊張感が増してきます。またコーナーキックになります。このヘディングは惜しくもバーの上。ジル、足元にシュートを叩きつけたかったですね。ちょっと合いませんでした。このパスはカットされました。いい形でゴール前まで持ってきました。これはシュートパスが長いか。ボールを置きます。クルトは使うか。レンタル前方に運びました。クライン、ウェス・モーガン。レンタル、クルトは使うか。実力拮抗のカードと思われていました。いやー、なぜここまではワンサイドゲームになっていますね。9試合使えるから、ほんの少しのところで違いが出てしまっている感じですね。4パック以内、5パック以内から。からスタジアムのテンションが5パック以内に出てくれれば、キーパーがいい、キーパープレミアのいいだけの話だから。ディフェンス落ち着いていました。すごい。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。って考えたら可能性はあるし、使ってるっていいのか。ボールはどっちだ。マルセロ・ブロゾビッチ。マタがいました。ジルー、ラピアディーニにちょっと長めのフィード。ボールに襲いかかります。いや、このボールは相手にクリアされました。一人で行くべきだったかな、今のも。マウロ・イカルディ。そう、それをね、結構対応してくるね、この人ね。フランク・アドラー、鋭い読みでカット。つけた時に、体つけた時に 反転というか、くるってくるって。サイドへ展開していきます。ノーブ。いやー、どうした。さあ、どうだ。そのパスは受けしてないぞ。イカルディ、ちょっと危険な位置です。なんかさ、ポスト横にそれました。これ対処法ないっすか。誰かこの対処法教えてほしい。 L1 を押してるのに選手のクイックが効かないパターン。マルセロ・ブロゾビッチ、強いですね。ボールを取られません。またのポジショニングが光る。中入れて、いい形でゴール前まで持ってきました。
シュートだ。いや正面かい。キャッチします。サイドハイハムシク一旦経由してくるか。オッケーオッケー。フアンマタ急に攻め出したよ。これはうまいインターセプト。次回の試合からクルタをやるって言い出したら急に攻め出したよ。みんなクルタは大好きだ。メディベナティア、ベナティアね。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。デビプレッペル。さあスタジアムのテンションが上がります。マタのポジショニングが光る。このプレーはオフサイドか。ジルーしか見てなかった。これは見事に奪いました。ファン・マタへ。マタシュートを集めた。ディフェンスに当たった。ボールの動きが激しい。これは見事なパスカットです。マチュイディファールになりました。イエローもありますか。ジョアン・カンセロサイドにスペースが空いています。カンセロどこの選手だっけ。セビージョだっけ。カンセロってあセビージョ。いや違うな。この人プレミアじゃなくてセリエのスカットだよ。ちょっとそういうもう味方同士でのおつらけプレーはいいよ。ボールを運びゴールに襲いかかります。危ね。見事に止めました。スーパーセーブです。味方に当たったな。当たってコース変わったな。マークノーブル。ノーブル。ファンマタ。ボールがこぼれました。87分。ファンクアドラ。せめて一矢報いたいよ。やばい。詰められる。マークノーブル。プレーオンです。アドバンテージを見ているようです。マークノーブル。ジルー。前に押し出します。危険な位置です。緊張感が増してきます。打たせてもらえないな。厳しい。打たせてもらえず。ああ終わってしまったこの試合が。ああ残留だってことで今回のパートは残念ながら残留なんでね、きっとパートで終わりたいと思います。きっと次回バッチとか変わってると思うのでぜひぜひそこら辺お楽しみに。ということで今回